2024年9月26日、ウォールストリートジャーナルの電子版は、中国で、新型の攻撃型原子力潜水艦が沈没した可能性があるとの情報をキャッチしました。今回は、中国最新型原子力潜水艦が沈没したのかを詳しく見ていきますね。長江に面する湖北省武漢市近郊の埠頭で発生した事故と見られています。この報道は、偵察衛星画像が示す大型クレーン船の活動から、事故発生後のサルベージ作業が行われていた衝撃の画像が公開されています。もうびっくりですよね。アメリカの著名なマスメディアの一つであるウォールストリートジャーナル、その電子版において、2024年9月26日の記事で、中国が、建造中の新型の攻撃型原子力潜水艦が、何らかの不具合で沈没したのではないかという内容が報じられた。このウォールストリートジャーナルの電子版の記事によれば、当該の沈没が疑われている艦艇は、中国の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級の1隻目と推察されており、場所は、中国の内陸部で長江に面する湖北省の武漢市に、ほど近い埠頭だとされている。ちなみに、これまで、中国で開発中とされていた095型攻撃型原子力潜水艦は、NATO のコードネームでは追求と呼称されていたように思うが、ウォールストリートジャーナルの電子版の記事をはじめ、今回の報道では、周級とされているため、それに倣っている。さて、ウォールストリートジャーナルの電子版の記事に話を戻せば、当該の中国の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級は、偵察衛星の写真等の情報から、今年2024年5月下旬頃より、湖北省の武漢市に、ほど近い埠頭にて浸水後の最終的な偽装工事が行われていたと目されている。この状況に変化が見られたのが、翌月の2024年6月上旬のことであり、同じく、偵察衛星の写真から、現場の湖北省の武漢市に、ほど近い埠頭には、大型のクレーンが設置され、それを用いて、長江に沈没した、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級をサルベージする様子が確認されたと報じている。アメリカ政府側の見解では、当該の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級は、最終の偽装中だったとは見ているが、動力源である、核燃料の搭載までを終えていたか否かについて、現時点では、判別に至る情報は確認できていない模様だ。ただし、アメリカ政府ではない、同国の専門家、関係者筋は、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級が、最終偽装の状態にあった点を勘案するならば、核燃料の搭載は、すでに行われていたと指摘する声が、大勢を占めているように感じられる。また、仮に、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級に、核燃料の搭載が行われていたと仮定しても、現状では、中国側が、放射能漏れによる被害の調査等を実施している形跡は見られないことから、そうした最悪の事態は避けられたと目されているようだ。無論言うまでもなく、今の中国が、中国共産党による一党独裁の政治体制であることを考慮するならば、自国、自政権に不利な情報の開示を積極的に行うことなど願うべくもないのは自明のことで、現時点で、実際の状況は不明と見るのが妥当ではあろう。今回の一件は、アメリカのリベラル系メディアの代表格とも言うべき CNN も大々的に報じており、ウォールストリートジャーナルの電子版の記事と同様に、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級の沈没の事象は中国当局によって伏せられていると報じている。この見解は、CNN の取材によって、アメリカの国防関係者から入手した情報だとして伝えられており、そこでは、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級は、従来の十字架時から、水中での機動性を高めるべく、X 字架時を採用した艦だと説明されている。また、CNN の記事では、今回の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級の沈没をアメリカ側が認識するに至った、偵察衛星の写真の出所についても明記しており、それは、
同国のマクサーテクノロジーズ社によるものだと説明している。このマクサーテクノロジーズ社は、アメリカ本土のコロラド州は、ウェストミンスターに本社を構える宇宙分野を事業領域とする企業で、通信及び地球観察用の衛星を運用し、それらによる通信を主軸としたサービスを提供している。これらの自社が運用する衛星を駆使して、マクサーテクノロジーズ社は、2024年3月10日に、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級と思しき艦艇が、湖北省の武漢市に、ほど近い埠頭に停泊して、偽装工事を施されている様子を衛星写真で捉えていた。しかし、マクサーテクノロジーズ社が同じ場所を撮影した衛星写真によれば、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級と思しき艦艇の姿は、その場所から消えており、この事実を CNN 側も直接確認したとされている。この一連のマクサーテクノロジーズ社の偵察衛星が捉えた写真から異変を察知したのは、新米国安全保障センターの非常勤研究員を務めるトム・シュガート氏とされており、彼は、こうした中国の造船所の衛星写真の分析を定期的に行っているという。こうした衛星写真の出どころや、分析した担当者の氏名まで公表している CNN の報道を鑑みれば、何らかのトラブルが、中国の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級と、おぼしき艦艇に生じたことだけは間違いないだろうと個人的には感じる。さて、中国の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級そのものについてだが、中国海軍の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦という軍事機密上からも、スペックの秘匿が徹底された艦艇でもあるため、その使用の数値等については、ほとんど情報がない。ただし、すでに、中国海軍が保有、運用を行っている093型小級攻撃型原子力潜水艦に比して、それらの建造に得られたノウハウをもとに、大幅に静粛性を高めたものとなることが予想されていた状態にあったと言えよう。新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級は、093型小級攻撃型原子力潜水艦よりも、さらに性能を高めた原子炉を搭載し、並走面でも VLS。垂直発射管をより、高性能化、ソーナーもアクティブ、パッシブともに強化されると予想されてきた。ソーナーとしては、それらに、さらに、栄光式の低周波、高周波両方に対応したものを実装することが予期されており、中国海軍の航空母艦である、遼寧、山東、福建等に随伴して、その護衛任務を担うものとなると目される。中国海軍が、正面から仮想敵国であるアメリカと対峙する上では、アメリカの空母打撃群に匹敵し得る艦隊の編成が史上命題となるが、新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級は、まさに、その一翼を担う戦力となるべく計画されてきたと言えるだろう。ちなみに、現行の中国海軍の093型小級攻撃型原子力潜水艦は2006年末から収益を開始しており、排水量は6000トン、全長は 106.0 メートル、全幅は 11.5 メートルほどの規模であり、オリジナルから A 型、B 型へとバージョンアップされてきている。2024年現在、少なくとも中国海軍はこの093型小級攻撃型原子力潜水艦を6隻は保有、運用を行っており、これ以外に、通常動力型の攻撃型潜水艦も48隻を備え、日本の海上自衛隊の22隻の潜水艦隊を、数の上では圧倒している状態だ。今回の新型の攻撃型原子力潜水艦の095型周級の一番艦が実際に沈没したのか否かは、続報を待っても、確実な情報が得られるかどうかは、判然としないが、日本としては、今の情報だけを鵜呑みにして中国を侮るべきではないだろう。これまでにも中国海軍の艦艇に関しては2022年には航空母艦山東を捉えた衛星写真からその飛行甲板上に黒く変色した箇所が見られるという声が上がり、何らかの事故で飛行甲板が使用できない状態にあるとの憶測がインターネット上で流布された。しかし結果的にこれは単なる飛行甲板上に何らかの液体が一時的に落ちたか、
洗浄用に海水を撒いていたことでできた陰影をそのように誤認したものと思われ、今も3頭は稼働を続けている。また、この翌年の2023年には、093型小級攻撃型原子力潜水艦が台湾海峡において沈没したとの情報がインターネット上で拡散されたが、こちらも実際に中国海軍と対峙する台湾国防部より、そうした事実は確認されていないと否定されている。偵察衛星画像には、沈没を示すクレーン船の動きが捉えられています。この潜水艦に核燃料が搭載されていたかどうかは不明で、中国政府からの公式な情報は出ていません。アメリカ政府関係者は、核燃料搭載の有無については特定できていないものの、専門家の中にはすでに搭載されていた可能性を指摘する声が多いです。さらに、この潜水艦の沈没が公表されないことは、中国の政策として隠蔽が行われているとみられ、国際的な注目と懸念を集めています。